皆さん、こんにちは、こんばんは、いなみです。最近、SDGs という言葉がいろんなところに登場しています。自治体の広報や街のポスター、企業 CM などでもよく見かけますし、教育的な雑誌や新聞、テレビ番組はもちろんですが、バラエティ番組などでネタとしてだったりもしますが、芸人さんたちが口にすることも多くなっています。2015年9月の国連サミットで採択されて、達成期限の2030年まで半分ほどを経過して、ようやく浸透してきたということなのだと思います。ただ、メディアが部分的な特定の目標だけをクローズアップして垂れ流しているため、まだまだ勘違いしている人も多く見られます。資源の節約や気候変動への取り組み、環境保護、脱炭素社会を目指すことを SDGs と思っている人も多いのではないでしょうか。これらももちろん含まれていますので間違いではありませんが、SDGs には経済成長や産業化の推進、技術革新なども含まれています。前置きが長くなりましたが、私は SDGs を否定したいわけではありませんし、この動画で掘り下げるつもりもありません。今回は、中南米の砂丘化と脱炭素の推進リスクについて取り上げたいと思います。まずは、少し前の記事をご紹介します。2021年12月21日の日本経済新聞は、南米チリで19日に行われた大統領選の決選投票で、左派のガブリエル・ボリッチ下院議員が勝利した。格差是正を訴え、若者や都市部からの支持を集めた。環太平洋経済連携協定 TPP の批准には消極的で、自由貿易を重視してきた同国の通商政策の転換点となる可能性がある。南米では、新型コロナウイルスの感染拡大で貧困層が増えており、左派が勢いを増している。と伝えました。さて、この記事だけで日本がリスクにさらされるかもと思った人はかなり勘のいい事情通過、私のような妄想癖末期のどちらかだと思いますが、中南米全体の現在の政治情勢が日本にとってリスクとなり得るといえば少し想像しやすいでしょうか。記事にありますように、チリの大統領選挙で左派のボリッチ氏が勝利し、2022年3月に就任しますが、2021年7月にペルーでも急進左派のペドロ・カスティージョ政権が発足しています。チリ、ペルー、共にこれまで政権運営を担ったことがない左派勢力が国家運営をしていくことになります。中南米ではすでに2018年にメキシコ、2019年にアルゼンチンで中道右派から左派への政権交代が行われました。そして、今年の5月にコロンビア、10月にはブラジルで大統領選挙が予定されていますが、この両国の選挙戦は今のところまだ流動的ではありますが、現状の世論調査では左派候補者が優勢となっています。中南米には、左派政権誕生後、米国と対立し、通貨ボリバルが暴落したことで、極度のインフレと物資の不足など、未曾有の経済危機状態にあるベネズエラもありますが、2023年には、中南米主要6カ国すべても、左派政権となる可能性があり、共産主義、レッドよりはマイルドな左傾化という意味で、2000年代に起こったピンクタイドの機運が、中南米で再び高まっていると言われています。新型コロナ流行以前からの景気低迷や貧困格差の拡大に溜まっていた国民の不満がコロナ流行で顕在化してきているという背景が所得再分配による貧困格差の是正を公約に掲げる左派勢力への支持につながっているようです。先日の韓国ウォン1ドル1200ウォンの大台突破の動画の中でも少し触れましたが、左派政治家がよく唱えるベーシックインカムなどを含めた所得再分配や社会保障の拡充は、拡張的な財政運営に傾斜せざるを得ません。安定的な通貨価値や財源の裏付けを持たない国が、そのような財政運営を、
しかもこのコロナ禍ですでに財政が悪化した中で実行しようとすれば、さらなる資金流出を引き起こし、金利を上昇させ通貨安を招き、そしてより一層財政を悪化させるという負のサイクルに陥る可能性があります。そもそも左派政権下では政府が経済活動に積極的に介入する傾向がありますが、拡張的な財政の財源確保の矛先として積極的な自国産業保護政策や消極的な対外開放政策を資源部門で強化すると予想されます。中南米主要国は気候変動に対応するためにクリーンエネルギーに移行するにあたって必要となる脱炭素資源を豊富に保有しています。ハイブリッド車や電気自動車では熱や電気をよく通すということでガソリン車の4倍以上の銅が使用されていますが、チリとペルーは世界でその銅の生産量の約 40% を占め、日本は 50% をこの2国から輸入しています。また電気自動車等のバッテリーに不可欠なリチウムはチリ、ブラジル、アルゼンチンで世界生産量の約 32% を占めていますし、非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を持ち、太陽電池などにも使用され、日本の産業上重要性が高いモリブデンは約 74% をチリからの輸入に頼っています。その他の脱炭素資源である金や鉛、鉛なども中南米が大きな生産量と埋蔵量を有していますし、他の主な生産国と日本への輸入シェアを持つ国は中国とロシアとなっていますから、経済安全保障の観点からも安易に調達先を乗り換えられるような資源ではないため、中南米主要国は日本にとって重要な調達源と言えます。しかしその重要な調達先である中南米各国が左派政権に移行し、財源確保のために資源部門に介入した場合、日本への供給も不安定になる可能性があります。実際メキシコではすでに資源ナショナリズムが顕在化しています。まだ議会で承認はされていませんが、メキシコ政府と与党の左派連合はリチウムなどの鉱物資源を重要な戦略資源と定めて、国家が開発を独占し、多国籍企業を含めた民間企業に新規の工業権を付与しない内容の憲法改正案を提出しています。またペルーやチリでも工業部門への課税規制強化の動きが見られ、多国籍企業との鉱山採掘権契約の見直し再交渉を公約としています。記事でご紹介したチリと日本は経済連携協定 EPA を適用していますが、チリは TPP を批准しないだけではなく、新たな協定を締結しないのはもちろんですが、すでに適用済みの EPA も今後見直すことを検討しているとのことです。つまり、安定的な調達契約や採掘権の確保のために、多くの日系企業が中南米に進出していますが、企業は採掘権契約を更新することができなくなるだけではなく、現契約も見直される可能性もありますし、政府間の協定も白紙に戻され、再交渉する必要が出てくることも考えられます。脱炭素資源の多くは代替が効かないため、中南米以外から調達するとなれば、中国とロシアに頼るしかなくなってしまいます。すべての中南米主要国が、これら脱炭素資源の輸出を完全に停止するとは考えにくいですが、現状でも高騰している資源価格はさらに過熱し、日本と欧米諸国が限られた資源調達先を取り合う状況に発展することで、懸念されている世界的なインフレも加速することになるかもしれません。結局は、世界的なインフレが新興国通貨安として跳ね返りますので、自分たちの首を絞めることになるのですが、おそらく人気取りのための財源放出を軽く見ている左派政権は、経済危機に陥るまでそのことには気がつかないでしょう。これらのことを考えると、今このような中南米の政治情勢の中でバックアッププランを持たないまま産業構造を急速に転換させるような脱炭素社会の推進は、日本にとってかなり危険な気がします。SDGs の17の目標の一つに、エネルギーをみんなに、そしてクリーンに。
すべての人々に手頃で信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保するとあります。不安定な少数の特定国の政治状況に大きく左右されかねない急速な脱炭素社会の推進は、結果的にこの目標を未達成に終わらせるのではないでしょうか。脱炭素社会を目指すこと、すべてを否定するつもりはありません。私は、現状の環境保護には懐疑的ですが、ビジネスとして考えると日本企業に恩恵が大きいと思っていますので、その意味では、この国際的な流れに特に不満はありません。ですが、今の中南米の政治状況を考えると、供給不安低下リスクで日本産業がダメージを負いかねないことから、慎重に状況を見ながら脱炭素化を進めるべきではないかと思っています。SDGs には、17の目標と169のターゲット、そしてその下に232の指標が盛り込まれていますが、個別に見ると矛盾するようなものも多くあります。それを、バランスを取りながら折り合いをつけて、どれか一つだけ達成すればいいというものでもなく、国際状況、国内事情を考慮した上で、批准した国連加盟193カ国が2030年までに達成するべき目標です。あと8年しかないとも言えますが、一つの目標の達成を国際状況を無視して強引に進めた結果、他の多くの目標が未達成に終わったということにならなければいいのですけどね。今回は以上です。稲見がお伝えしました。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。